ソウルでは始まりました。毎日眠いですね。いいねが欲しいですね。いいねよろしくお願いします。今日はつまんない話にして終わりますけども、このところ立て続けに、動画を出してるんで、編集だとかでちょっと時間かかってるんですけど、まあ、年末に備えて今のうち作っておかないといけないなということもあって、できる間にどんどん作っています。今回うちのすぐ近くの工業団地があるんですけど、そちらの方の、いつもビジネスとか展示会とか工業団地なんで、まあ、今回も工業団地なんですけど、その近くのローカルの様子ちょっとお伝えできればなと思いまして、観光の方はなかなかこうお目にかかれないような景色があると思うので、そちらの方を見ながら紹介していこうと思っております。最初のオカマのビンゴはですね、ベトナム南部の方なんですかね、結構ローカルの方行くとこれやってるみたいで、まあノリがいいんですよね。でまあ、そういうショーもありながら屋台なんかもあったりしていろんなもの売ってるので見てきました。最初はゲームですね。これはまあ日本の縁日なんかでも、もう今私日本知らないんですけど、どっか神社とか行ったら敵屋さんがこういうなんか遊びやってますよね。ボール投げたりだとか射的とか、こういうのも子供を遊ばせるのにはすごいいい経験だと思うんですけどね。人形取ったりとかね、変な人形ばっかりになったりするんですけど、なんかね、パチンコ玉をこう落として、なんか景品もらうとかっていうのもあったみたいですね。私はやらなかったんですけど、まあこれをね、うまいことできてるんですよね。まあそれはもう向こうは仕事ですから楽しんでもらって、お互いこう10回に1回なんかいいものがあるとか、金魚すくいでも何でも、まあ、そういうものだと思います。その後、まあほとんどが生活雑貨が多いんですけども、キッチン用品、フライパンだとか、お玉とかボールだとか、お箸とか、縫製用の小さいハサミとか、そういったものが売ってるところを見たりしました。その他にね、文房具とかですかね、まあ、何のジャンルには雑貨っていうジャンルに分かれるんですけど、まあ、そういうとこ行ってたまになんかこうちょっとしたもの、簡単なケースとかね、なんか物入れみたいなもの買ったりしますよね。まあ、買ってもね、もう使わないんですよね。今例えばここにあるのは、これは別で買ったやつなんですけども、これ、ね、小さく、まあ、日本でも今もダイソーでこういうのあるんでしょうね。こういう携帯電話のスタンドですね。でこの裏がね、鏡になったりするんですよね。で犬が、まあ、そういうのを買ったり、使うか使わないかと使わないんですけどね、まあ、そんなの買ったりとかいろんなものがあります。あとはね、ベルトとかね、財布とかそういったものも売ってます。小さなバッグだとか小物入れですね。こういうのもちょうどね、そういうのを探してる時あったりして、例えばちょっとコンビニに行く時とか、もう今ホーチミンもコンビニが多いんで、まあ、簡単なものコンビニで済ませたりだとか、あとはコロナ以降は飲酒運転とかも厳しくなったから、あんまり外に出ないんですよね。誘われることもあんまり以前のようにはなくなりましたし、もうほとんどないかな。まあ個別にはあるんですけど、なんかまあ世代的にもまあそういうのじゃなくなったのかなと思ったり、昔はちょっとローカルで飲もうとかっていうのは頻繁にあったんですけど、まあなくて、まあ近所にちょっとこう買い物行く時の小さなカバン買ったりしてますね。だけどね、やっぱりちょっとね、ファスナーが壊れるのは早いなというところで、まあいい勉強になりますよね。ほとんど中国からの輸入品だと思うんですけども、まあ、そういったものを買って、あ、こういうものを使って、まあローカルの生活はしてるんだっていうのも分かりますし、まあ、たまにこういうとこ行くといいんじゃないですかね。在住者じゃないといけないですよ。観光客で、これは縁日みたいなものだから、そのあらかじめよく予定が分かってるようなものでもないんで、もう分かる人は分かるんでしょうけど、そのお店側の人とか、まあ結構、1区の方だと、中心部からだと 4区の公園のところ、キッズシティのところでやってますよね。あそこはやってるけど、ほとんど服と雑貨だけかな。奥の公園でなんかやってるのか。まあまあそういうのもあったりとか、ちょっとね、中心部から郊外に行かないとやってないんですよ。まあそういうのをやってるので、たまに見て肌感覚でいろいろベトナムの様子、現在の様子、靴下いくらで売ってるのかとかしてみるといいと思います。なんかね、ユニクロさんとかどこだ、そういうところで靴下買ってるなんていう話聞くんですけど、まあ、こういうことを言うとユニクロさんに怒られるかもしれないんですけど、別に私ユニクロの人間じゃないんで、まあ、ローカルでね、靴下なんか買って使い捨てで使ってもいいんじゃないかなと思います。というのはベトナムの場合ね、私なんか会社訪問が多かったりするので、結構靴の履き替えとか、まあ雨水にあったりとか、水たまりにあったりとか多いんですよね。バイクにも乗りますし、そうすると靴下なんかはいちいちいいもの買ってらんないんですよ。ですぐにもう捨てられて、もうすぐに予備をカバンの中に入れてるっていう、靴の中敷きも持ってますからね。まあ、そういったそうそう、靴の中敷きなんかはこういうところで買ってますね。まあ、そういったことで、今回はローカルの様子をちょっと見ながら、つまんない話してみました。まあ、観光客の方がね、こういうとこ行きたいんだと思うんですけど、なかなかこういうところをじゃあ行きましょうって言ってすぐに行けるようなもんじゃないんで、まあ、たまに気づいた時に、まあ、行ってみてみると、こういうのをここで買えるんだとか分かっていいと思います。今日はつまんない話にして終わりますけども。動画見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よりね、いいねが欲しいですね。いいねよろしくお願いします。それではさようなら。